1884年創業の老舗、ペドックス。スイスの有能な時計技師であった、クリスチャン・リュフリー・フルーリーが妻に送った懐中時計は、とても素晴らしいもので、その出来栄えに感動した妻の助言から、自分の時計製造会社を設立することを決意。古代ギリシャ語で、時間を意味するペドックスと名付けました。彼の没後も、優秀な時計職人たちによって、ハイスペックのモデルを数多く輩出しているブランドです。本品はメンズのクロノオフショア1。世界限定300本のシャークマン2、スポーツタイプの実用モデルです。ミドルケースは肉厚の SS。ブラックカラーのハイテクセラミックベゼルとステンレスの光沢が程よくマッチしています。ダイヤルはブラックカラー。メタリラインの入った夜光インデックス。アローハンドのコンビネーションです。インダイヤルは3時1に永久秒針、6時1に12時間積算計、9時1に30分積算計をレイアウト。4時1にデイト窓があります。ベルトはホワイトラバー。SS ホールディングバックルです。重厚な作りと程よい重量感、オンオフ問わず使える実用性の高い時計です。コンディション。ダイヤルは目立つダメージなどもなく良いコンディションを維持しています。ケース裏蓋は微細なスレ程度で備品です。サファイアガラスに目立つ傷等はありません。ブレスレットはホワイトラバー。操作方法。ベゼルは左方向のみに回転します。ねじ込みリューズを解除します。1段引いて回すとデイトがチェンジ。2段引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。操作後は締め込みます。クロノは上プッシャーでスタート。あらかじめストッパーを解除しておきます。ストップ、下プッシャーでリセットします。付属品。内箱、外箱、取扱説明書類、ギャランティカード、スペアベルト、工具です。日差はクォーツで正確です。電池残量は不明です。ラグ幅26ミリ、ケース径は約45ミリ、リューズ含まず。縦、ラグタンからラグタンまで約50ミリ、厚さ約 15.5 ミリのメンズサイズです。アンティーウォッチマンの代行お任せコースは、商品撮影と説明文を代行します。販売価格のアドバイスもいたします。